これ今月分の給料ね。悪いけど残りはまた。お前の取り分は？いや、こいつは依頼人に渡す分だし、俺の分はまあそのうち。そっか。また源田先生のとこに行ってみるわ。なんか仕事ないかって。あそこの法律事務所最近暇そうだぞ。ちゃんと仕事してんのか、あのちょい悪親父。うちのお得意様にそういう言い方やめない？なら古巣だからって手ぶらで行くなよ。菓子折りぐらい買ってけ。ちゃんとカッコつけろ。なんか苦労かけるな。それは言わない約束だろ、お父さん。そういや、天下一通りのコンビニ限定もんのどら焼きがあったぞ。箱入りのやつ。え？源田先生筋金入りの和菓子派だったろ。なるほど。じゃあ、いらっしゃいませ。ありがとうございました。待てこら、兄ちゃん。おめえ、今どら焼き買ったな。だがそいつは置いてけ。は？なんで？ありゃ最後の一個だったんだよ。俺らが食いてえ瞬間に買ったおめえが悪い。ですよね、兄貴たち。おお、いい感じに頭湧いてんな。だとこら！
ああ何やってんだターボ。羽村の頭。離せ俺。ターボーがチンピラ相手に喧嘩あるわけねえもんな。となるとお前ら誰に手出したか分かってんのか。いや、こいつはうちの親父にとっちゃ息子同然なんだよ。俺の言ってること分かるか。いや、よしてくださいよ、そういうのいいんで。よかね。こういうのはよ、松金組のメンツの問題なんでな。すいませんでした。ケンゴ、お前まだターボーに会ったことなかったな。顔を覚えとけ。探偵の矢上さんだ。はい、よろしくお願いします。こいつは昔親父が学費の面倒を見て弁護士にしたんだがよ、腕が良すぎてマジモンの殺人鬼まで無罪にしまったんだ。マジっすか、すごいっすね。優秀だろ。まったくこんなとこにいちゃもったいねえ。ええ、ええ。ところがな、その殺人鬼はシャバに出てきた途端、今度は自分の恋人ぶっ殺しまったんだよ。マジっすか。結局それで死刑よ。そういやあいつもう潰されたか。執行はまだです。早く済ませりゃお前もすっきりするのにな。あ、これ例の探偵から取り立てた金です。もううちの取り分を引いてあるんで、あとどうぞ。おお、板についてきたじゃねえか、取り立てや。おかげさまで。カイトのやつは元気か。ええ、なら一つ聞いといてくれや。うちを破門にされたもんがいつまでこの町にいるんだってよ。お前も親父のお気に入りでいる茶を多めに見ててやる。松金のおやさん、お元気ですか。素人が余計な首突っ込むんじゃねえよ。お、行くぞ。よ、沙織ちゃん、これどら焼きね、限定もんだって。源田法律事務所は俺の古巣だ。3年前に辞めて以来顔ぶれは少し変わった。どうも、矢上さん。
星野くん、どう？ここはもう慣れた？ええー、皆さんよくしてくれるんで。優秀なんだろう？司法試験でもトップクラスだったって？ならもっと大きな事務所でも行けたろう。いや、なんてこと言うんですか。聞こえてるぞ、八神。源田先生、どうも。俺には生みの親を入れて親父と呼べる人が3人いる。この源田先生もその一人。俺が弁護士になる前からこの事務所で働かせてくれた。新谷先生はどちらに？夕方から見てねえの。まあちょうどよかったじゃねえか、顔合わせずに済んで。え？お互い嫌いだろ。お前らどっちも相手をバカだと思ってるからよ。まさか、尊敬する兄弟子ですよ、それをバカにするなんて。うちの仕事が欲しければあいつともうまくやれよ。お前はもっとお先輩に敬意を払ってだな。あ、源田先生、どら焼きどうです？先生なら絶対気に入ると思って。あ？あれ？全部言っちゃった？半分なら残ってます。なんか仕事ありませんか、源田先生。仕事な。そもそもお前いつまで探偵なんか続けんだ、こんな危なっかしい町で。平和な町じゃ仕事になりませんよ、探偵は。借金の取り立てが探偵の仕事か。まあ仕事がないよりはいいかと。そりゃ探偵じゃねえだろう、何でもやだ。もともとそんな感じで始めた家業ですから、俺の場合。なあ八神。はい。お前もう弁護士に戻る気はねえのか。ありませんね。どうしてもかよ。見てください、俺のこの目。うん？こいつは人が善人か悪人かまるで見分けられないんですよ。そんな奴に弁護士なんて任せちゃダメです。3年前の件なら、あれはお前のせいじゃねえぞ。あれはお前が優秀な弁護士だからこそ起きた事故だ。事故だとしても俺はあんなの二度とごめんなんですよ。仕事ないですか、先生。暇にしてるとあの日のこと思い出すんです。エミちゃんの遺体が目に浮かんで、だから何でもいいんで、ずっと忙しくしてたいんです、離婚裁判の証拠集めは例によってラブを張り込んで証拠写真を撮影、それから尾行とゴミ漁りだ。やるか？いいですね、もちろん喜んで。お手上げだな。後で資料送っとく。次来るときは手土産いらねえぞ。金が余ってしょうがないって時だけ持ってきてくれ。了解です。